フィリップ・ベルジローは、フランスピレネーアトランティック県、シブール出身の元フランス代表サッカー選手、サッカー指導者。1971年に FC ジロンダンボルドーでデビュー。ラスクリ・イル・メトロポール、トゥールーズ FC で長くゴールマウスを守った。フランス代表としては、1979年10月10日のアメリカ代表との親善試合で後半から、 交代出場始発キャップを記録した。1982FIFA ワールドカップの代表メンバーには選出されなかったが、UEFA 欧州選手権1984のメンバーには選出され優勝を経験。1986FIFA ワールドカップメンバーにも選出された。1988年に現役を引退。1990年から98年まで、 フランス代表の GK コーチとして、ファビアン・バルテズラを指導し、1998FIFA ワールドカップ優勝に貢献。1999年にパリ・サンジェルマン FC の監督に就任し初再配を振った。2002年にスタットレンヌの監督を務めた後、世代別の監督として、再びフランス代表の現場に復帰。 カリム・ベンゼマやサミル・ナスリの87年組の監督に就任すると2004年に開催された U-17 欧州選手権優勝へ導いた。2013年フランス女子代表の監督に就任。ありがとうございます。